日本近畿地方大阪府大阪市西区、うつぼうつぼは、大阪府大阪市西区の地域名称。現在のうつぼ本町及び、江ノ小島二丁目東部におおむね街当する。永代浜東を、西横堀川、西尾百軒堀川、南を、阿波堀川、北を京町堀川で囲まれた島を指し、阿波堀川の太郎上半付近からは、海部堀川が分岐し、地内を流れていたが、 現在これらの堀川は全て埋め立てられている。かつてウツボの甘堀川沿いには海産物市場が形成され、荷揚上げ場は永代浜と呼ばれた。また、海産物を中心とする問屋街も広がっていた。第二次世界大戦直後に北部の大半を占領軍に接収され、小型飛行機発着用のウツボ飛行場が建設された。占領が解除された後は大阪市が 都市公園として整備し、うつぼ公園となった。豊臣秀吉がお供を従えて市中巡視をした際、町で、魚商人たちが安い、安いと威勢の良い掛け声で魚を売っていたのを聞き、安とは、うつぼのことじゃなと喋れたことからその名がついた。また、海譜堀川の永代浜の形がその安の形に似ていたからという説もあるが、海譜堀川が改作されたのは、 大阪の神宮のことで、もともと天馬の鳴尾町にいた、魚商人たちが船場へ移転した際に、うつぼ町の町名がすでに見える。ありがとうございます。